中日ドラゴンズ、立浪監督の続投で令和の米騒動が来季まで続く。今夏勃発した、令和の米騒動、はシーズン終了まで収束せず、指揮官の続投を受けて1年の可能性が高まる中、試合前におにぎり以外の米1が2ヶ月間も提供されず苦しんできた優先士たちは、おにぎりだけでは満足できない理由、を激惑する。暑い夏場に食事量が落ちる選手は、無理にでも藁に入れないと体力が持たないが、冷たくて小さいおにぎりでは食も進まない。ジャーニーは言った温かい枠米の方がやわりおかずとも相性がいい、と指摘。試合前にしっかり食べられず、イライラした状態でゲームにはいる選手もいた、と証言する。プロともなると、全選手の体脂肪率などをこまめに測定の上、各自の状態に合わせて試合前の米1の摂取量を設定し、食が細い選手には本人の希望以上に食べるよう指導する球団も珍しくない。立浪監督の続投により米騒動が来季まで続く懸念はもちろん、育成環境への不安から今週ドラフトを前に指名の断りを入れる有力候補が続出する恐れも。趣味ドライズム。プロ志望のドラフト候補選手らは戦々恐々としてるだろうな、中日にだけは指名されたくない、と。ギブアップまで待てない。高校野球の監督より昭和の、わらわら。結果出てないのに、続ける意味あるのか。自前で持ち込むのはダメなんかね。ライマルに抗議されて投手陣は1日で解除するところか最高にダサい。中日で一番頭いいのネオだろ。球団が世話せず各自で飯の出前取ったら、栄養士がどうこう言ってるけど結局勝手に完食したり酒飲んでいるのでやってる感出してるだけで、実際は不節制な選手ばかりだろ。ちゃんと節制できてるならデブの選手なんて一人もいるわけがない。おにぎりが食べたいんだなぁ。もう監督クビにしろよ。これ、どういう理由でやっているの？ホームよりビジターの方が負けてるから立浪が正解。練習中にグラウンドで体を動かし消費したカロリーは、試合前の食事で効率よく補う必要がある。脇掃除したらその都度消費したカロリーを補ってるか？豚すごろくのデブが甘えてるだけだろ。落合時代強かったじゃん。あの頃も米禁止だったわけ？ご飯も食べられない子供たちがたくさんいるのに贅沢言うなよ。シンプルに選手がかわいそう。